北海道では近年生産量が増加している落花生などの作物を動産新農作物として需要拡大と生産拡大に取り組んでいる。これは北海道で節分の豆まきに落花生を使うという風習にかこつけて北海道産の落花生で豆まきをしてみた、そんな動画である。はーい、失礼します。はーい、入ります、はい、おっ、来たな部長。今年も節分の時期です。よろしくお願いします。お願いします。よしよし、毎日を面白がってエキサイティングにやるぞ。今年も豊穣の秋を祈って北海道産落花生で鬼退治してやる。バーンバーンバーン、いけピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツ、よしよし、みんなのおかげで鬼退治大成功。よし、そしたら、畑の新顔を北海道産落花生一緒に味わいましょう。北海道産落花生美味しいね。美味しいね。美味しいね。うん。やった。食べますか。ね。退治したの。退治したの出てきたんだけど、もう一回退治してやろうか。今は美味しく食べましょう。はい。やっぱり北海道産落花生美味しいですね。うん。